えー、こんにちは、ソッカー塾のです吉田さんがね考え方を売るっていうところがありましたけども、まあ、まさに考え方宗教なんていうのは考え方を売ってるっていうことだなと思いますしナポレオンヒルの法則も考え方を売ってるしコンサルタントさんっていうのも言ってみれば独自の考え方を売っていて、まあ、それに魅了された人がそれを使うかどうかは分からないけども自分とは違う発想をお金で買うってことなんでしょうね。 まあこのねお金で発想を買うっていうのは軽く考えられないところがあってやっぱねうまくいかない人って考え方がうまくいかない考え方のループに入ってるんですよで本宮博さんっていう漫画家の方はこんなこと言うんですよ、うん、なんか生活を豊かにするためにサラリーマンになって働くのにちっとも生活が豊かになるねんっていうね本当にね不思議ですよねで、えー、以前ね、うん、マネーの虎っていう番組があったじゃないですか あの中で生活倉庫の堀之内社長堀之内久一郎さんですかこの方がねえっ、ー、と投資を呼びかける応募者に対してあのお金が稼げる人と稼げない人の違いって何ですかって聞いたんですよそうするとそれ聞かれた応募者がですね何ですかね努力ですかねっていうふうに言ったんですよそしたら堀之内さんは一言にやけながらね考え方なんだよって言ってましたねまさに考え方で 目の前になんかねキャベツがありますとそのキャベツは100円で買ってくるんだけどもそれをどうやって儲けるかって考えた時にその100円のキャベツをじゃあ2つにパカッと割ってハーフサイズ55円55円ってやると1個はいらないけどもキャベツが欲しいんだよなって人に55円で売れるんですよねでも100円で買うとちょっと余っちゃってもったいないんだっていう人はやっぱりそれを選ぶわけですよで5円余計に儲かるとかね あとはそのキャベツをなんか調理して焼きそばに入れたりとかして焼きそばっていう感じにすると500円とか600円で売れていくって考え方もあったりするわけなんですよいわゆる目の前の情報をそのまま使うんじゃなくて横流しするんじゃなくて自分なりのスパイスをかけてどう調理するかっていうところが考え方の違いなんですよね同じ立地同じ店舗同じ商売を用意どんで始めても必ずライバルってできて勝つ人と負ける人が出るんですよで不思議なもんですよねやっぱ今 あの不況で唐揚げってのが流行るらしいんでですよ不況になるとで唐揚げ屋がバーって出るんですけども生き残る唐揚げ屋とでもうなくなっていく唐揚げ屋さんとか23年で勝負がつくんですよねその前は高級パン屋っていうのでパン一斤1,000円みたいなお店が出たんですけども結局それも全国にバーって出てあの話題になったんですよね一気に200店舗300店舗ばあーて出したんです けども結局は残る店舗っていうのは限られていてそれが3年5年10年やって、えー、結果わかるならまだしもなんか3年も経ってないのに撤退するところとさらに設備投資して強化されていくところって分かれるんですよねだから同じ材料を与えられてもそれをどう調理するかという一人一人の思考が結果を決めるのかなってその分が大きいかなと思いますね。まあ、考え方ってだだかかららすすごく大事だと思いますんでこれからも 自分とは異なる考え方に耳を傾けてで、その考え方がね、他人のものだから正しいのか、それとも自分が判断してそれを取り込もうと思ってるのか、ここはね、やっぱり間違いないようにしたいと思いますね、はい。でね、なんかね、サラリーマンからユーチューバーになって、結局サラリーマンの方が良かったって方もいらっしゃるんですよ。うんだからね、自由を手にするために会社員を辞めてユーチューバーになったのに、ユーチューバーに拘束されるみたいなね。 YouTube という職業に拘束されて結局一日中動画を作って終わったみたいなでなんか収入らしきものってのが出たか出てないか分かんないけどこれずっとやってていいのかどうかすごく不安ですでも答えは教えてくれないですよね先輩も上司もいないわけですからそうなると自分よりも結果を出してそうな YouTuber さんに相談するもしくはコンサルを受けるってことで結局そこにもお金がかかって一体どこまで行くんだろうかという話ですよねいってらっしゃい